稲垣吾郎、草薙剛、香取慎吾、青木源太などグループ時代を楽しく回想。8月の7日はハプニング満載の会に、稲垣吾郎、草薙剛、香取慎吾による毎月第1日曜日にオンエアされるレギュラー番組 7.2 に新しい別の窓、アベマ、米印以下7.2、井桁41が、8月1日に放送された。コロナ災いの中、今月も感染症予防対策を取りながらゲストたちとのトークを中心とした 7.2 時間の放送。生放送ならではのハプニングも飛び出すなど、マスク越しにも笑顔があふれる回となった。最初に登場したゲストは、熱烈なジャニーズファンとして知られているフリーアナウンサーの青木源太。写真集をはじめ、雑誌や番組での発言を踏まえて、3人に関するクイズを打題する7.2センター試験を行った。そんなに詳しいんですか？本当？写真集とかさすがに見てないでしょ。と尋ねる香取にも見てます見てます。私が小5の時に買った写真集から、問題を作りました、と筋金入りのファンっぷりを披露して笑いを誘う。さらに7.2制作陣の中にスマップ×スマップ、フジテレビ系、に携わっていたスタッフらがいることから、問題作りも大いに盛り上がったと嬉しそうに語る。早速、2002年のスマップ×スマップエンディングトークからの出題。好きなだけ時間をやめられるとしたら何をする？と聞かれた草薙が何と答えたか、という問題が出されると、香取が時間は止められないと答えて見事正解。俺より俺を分かってるよと感心する草薙に、それはそうさと答える香取の姿を見て、この新つゆ感が見たかったのだと微笑む青木アナ。その、してやったりな表情に目が怖い、わら、といじる香取の姿も、長年のファンと触れ合っているようで微笑ましい。また、稲垣に関する問題では、1992年発行のスマップ写真集少年期より好きになっちゃうと100摂氏超えて120摂氏くらいになっちゃうという初々しい発言がピックアップされる。これは、と香取から突っ込まれ、照れくささでいっぱいになった稲垣は何か頃、もっと、あるだろ。と、かつての自分に突っ込みを入れずに入られない。中でも驚かされたのは、同写真集で香取が将来もこの世界にいられたらいいなと思う。歌か踊りか演技かお笑いか喋りかってところでと話していたということだ。歌番組が次々と終了し、その活動の場がなくなっていったデビュー当時。ジャニーズのデビューシングルは初登場1位が当たり前の中、スマップはそれを達成できずに悔しい思いをした。それでもアイドルのあり方をアップデートしながら、活動を続けてきたスマップ。その環境で、当時15歳と最年少の香取がこれほど現実的に先を見つめていたこと、そしてその通りの将来になっているという点に、さすがスーパービジネスアイドル徳草薙のみならず誰もがそのプロ意識に圧倒させられた瞬間だった。コントの衣装を着ながらなぜこんなことに、と思っていたと話ししながらも、多くの人に笑ってもらえたことに楽しかったよねと思い出しながら話す3人。元気を届けていく。というアイドルの本質を守りながら、時代の変化とともに進化を遂げていった彼らの軌跡を感じることができた。そんな彼らの歩みを長年見守ってきた柴田理恵、久本雅美とのお久しぶりトークでは、まだ幼かった稲垣が柴田に対して床上手だよねと爆弾発言をしていた話題が飛び出す場面も。当時コントで柴田がルパン三世の峰不二子役を務めていたことから、やらしい目で見てたとさらっと受け答える稲垣に、スタジオは笑いにくるまれる。また、稲垣がシャワー浴びる姿を、中居正広によるいたずらで一瞬見てしまったと話す久本については、床上手ではなく、おしゃべり上手と返すテンポの良いトークが繰り広げられた。もちろん歌か踊りか演技かお笑いかしゃべりかの演技での活躍も香取の予想した通りになっている。映画なぎまちで香取とタッグを組んだ白石和美監督が登場すると、今後3人でそれぞれ映画を撮るならどんな役？という質問に注目が集まる。稲垣に対してはコミカルな五郎さんを演出したいとミスの多い詐欺師をリクエスト。草薙に対してはアメコミ感のあるヒーローだと語る。草薙×ヒーローといえば、
かつてスマップ×スマップの初めてのスマップ5人旅で見せたスパイダーマンのマスクを覆ってはしゃぐ姿をつい思い出してしまうが、コミカルながらも渋い感じのというから興味深い。そして凪町で香取に対して影のある役を演出した白石監督はやったようでやりきれてないんじゃないかと、訳ありの元ボクサーという役柄で撮ってみたいと語る。勝負の世界でうまくいかなかったという過去を持つ役の設定に関してガチガチに体を絞ってと話すと、食べることが大好きな香取はそれは無理ですと笑ってみせる。いずれも3人の持ち味を生かしながら、白石監督ならではの視点で新境地を切り開く作品になりそうだ。ぜひ制作することが決定している映画クソ野郎と美しき世界の第二玉として実現してくれないだろうか。香取が72放送中に謎ツイート。こうして次々と楽しいトークが披露される合間に、香取がマヤと謎の言葉をツイート。あまりに唐突な内容に何かの暗号か、もしや乗っ取りではと視聴者がざわざわしていると、これがスマホをポケットの中に入れているうちに勝手につぶやかれたものであると明かされる。そんなやり取りがリアルタイムで行われるのも SNS バラエティらしい。そして新つよではなくつよごろのコンビで挑んだ絆を確かめ合うクイズでは、草薙が一番後悔していることはの問いに、稲垣が笑っていいともで披露した鈴木蘭踊り地のモノマネとちょうどいい答えを示したにもかかわらず、草薙が脱いでしまったことと正直すぎる回答をして、スタジオは騒然。これには香取も立ち上がって大笑いするしかないといった様子。まっすぐな草薙だからこそつい出てしまった本音といったところだろう。きっと彼らが立っているのはあの頃の未来の一つの答え。進化してきた中でふとした時に出る無邪気でやんちゃなところはずっと変わらない。変わることのないこれまでを愛でながら、変わり続けるこれからを歩んでいける、そんな彼らならではのエンターテインメントが穏やかに続くことを楽しみにしている。